Zip FM Nagoya City I love Nagoya。 ここからは名古屋シティ I love 名古屋、私も大好きラブ名古屋な、ここ名古屋市のいろんな情報をお届けしていきます。まずは名古屋市より、まん延防止等重点措置に伴う市民事業者の皆様へのお願いです。愛知県は1月21日からまん延防止等重点措置を講じるべき区域に追加されました。驚異的な速さで第6波の感染が拡大しています。入院患者数も高止まりの状況が続いており、今のような感染状況が続けば今後の医療提供体制に影響を与えることが懸念されます。市民の皆様は基本的な感染防止対策を徹底していただくとともに、県をまたぐ不要不急の移動自粛や積極的なワクチンの3回目接種にご協力ください。事業所の皆様はテレワークや分散勤務などにより接触機会の低減を図りながら、事業継続計画の策定や点検をお願いいたします。コロナに感染しないさせないを合言葉として、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。詳しくは防災危機管理局危機対策室、電話 052-972-4063 番、 052-972-4063 番までお尋ねください。 Next。 続いて名古屋堀川クルーズのお知らせです。江戸時代、名古屋城の築城とともに誕生した堀川で水上散歩を楽しむことができる名古屋堀川クルーズ。挑戦券には堀川沿いのお店や名古屋城で利用できる特典がついているので、名古屋城の観光や名古屋のグルメを楽しむのにもぴったりです。屋根のない開放的な船の上では、船上ガイドが名古屋や堀川の歴史をご紹介します。この機会にぜひご乗船ください。名古屋堀川クルーズは5月まで、毎週土曜日と日曜日および祝日の午前9時から午後4時半まで運航します。名古屋城桜祭り開催期間中の土曜日日曜日は午後7時半までの夜間運航を行います。運航区間は名古屋城正門から徒歩3分の名古屋城前乗船場から名屋橋乗船場までで、運賃は片道で小学生250円、中学生以上500円。乗船券は名古屋堀川クルーズの専用ウェブサイトのほか、運航日の各乗船場で購入できます。詳しくは名古屋堀川クルーズで検索していただくか、東山ガーデン、電話 052-659-6777 052-659-6777 までお問い合わせください。名古屋シティ I love 名古屋。名古屋シティインフォメーション。ではここで新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮についてのお願いです。新型コロナウイルス感染症に感染した方やそのご家族、治療に当たっている医療従事者の方、エッセンシャルワーカー、ワクチンを接種されない方などに対して不当な差別やいじめ、誹謗中傷があってはなりません。名古屋市及び法務省では、新型コロナウイルス感染症に関わる不当な差別やいじめ、誹謗中傷などの相談を受け付けています。困った時は一人で悩まずご相談ください。名古屋人権啓発センターソレイユプラザ名古屋では、毎週月曜日を除く6日間、午前9時から午後5時まで電話、ファックス、メールによる相談を受け付けています。詳しくは名古屋人権啓発センターソレイユプラザ名古屋のウェブサイトをご覧ください。また法務省でも電話やインターネットによる人権相談を受け付けています。電話の場合は 0570-003-110 0570-003-110 まで。インターネットをご利用の場合は法務省人権擁護局のウェブサイトをご確認ください。不確かな情報に惑わされることがないよう、公的機関が提供する正しい情報に基づき人権に配慮した冷静な行動を心がけましょう。新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について、詳しくはスポーツ市民局人権施策推進室、電話 052-972-2583
052-972-2583 までお問い合わせください。さて、今日ご紹介したお知らせに関してはこのコーナー名古屋シティアイラブ名古屋のブログサイトにもリンクが貼ってあります。 YouTube にもアップしていますのでぜひチェックしてください。名古屋シティアイラブ名古屋、今週金曜日もお楽しみに。